こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきたいと思います。今回は大騒動イトアリア同人誌即売会収集クエスト後編ですね。こちらですね、妖属性、月のパーティーで戦います。本日もよろしくお願いします。これですね、パルシーブばっかりです。出発。皆さん準備はいいですか？どうだ、無茶すんな。これでどうです？勝てるに決まってるんで。皆さんのやる気をアップします。はっ、うまくいくといいんだけど。ほらほら、頑張れ。行こう。ふらついてきた。手加減しませんよ。やると両方と倒しちゃうからな。お、倒しきれなかった。見てみよう、カンナさん。超速力が湧いてきた。さて、やるか。ここを攻撃。よし、会心の出来だ。私の仕事に妥協の二文字はない。これで仕上げだ。強い。こいつはおまけだ。ダリアもあるんだ。終わった。カンナさん、育てたいですね、しっかり。もう37。イラストの参考に一緒に薄い本買いに行かない？はい、次。まあ、どれ選んでも一緒でしょう。ボーナス。ボーナスをプラスが多いものを選びましょう。相手してやる。攻撃は最大の防御。ほらほら、まず壁を作ってあげます。頑張れ。手加減しませんよ。皆さんのやる気をアップします。無茶すんな。行こう。ふらついてきた。うまくいくといいんだけど。皆さんのやる気をアップします。力が湧いてきます。すごい。バトンは真っ白だ。やりました。イラストの参考に一緒に薄い本
んどん行きましょう。それでは行ってまいります。負けない。そうそう、本気出さないとね。どうだ、まだまだ余裕で倒せます。ほらほら頑張れ。おっと、対戦決めなかった。それは予想通りです。おー、やばい。みんなと一緒ならできるよ。皆さんのやる気をアップします。押しかない。普通の地味だから。あ、死んだ。惜しいな。これで決める。アフタヌーンティー。了解した。まずは必要なものの相性と茶葉とケーキ準備。準備、赤で提供するだけ。これはどうしたものか。人と来るんだけど自信なんだよな。当然の結果。よし、ちょっと弾を守りつつやっぱりやらないとね、いけません。なので、アウシーバーいるんですけど、武器レベルがね、翼珍しい。行ってみよう。それでは行ってまいります。後悔すんね。回収一色。もう倒しに行きます。もうアズニャンのあのスキルなんて関係なし。健康一滴。ほらほら、自身を守ります。頑張れ。くらえです。皆さんのやる気をアップします。死んだ。早っ。今度アズニャンが攻撃される。何があるかわからないからな。うまくいくといいんだけど。サポートします。これでどうです。倒した。すごいな。行ってくるです。相手してやる。どうだ。攻撃は最大の防御。ほらほら頑張れ。手加減しませんよ。皆さんのやる気をアップします。
あらよ。スキルの方が良かったかも。うまくいくといいんだけど。くらえです。やりました。イラストの参考に一緒に薄い。ちょっと急ぐ。ありがとう。こちら見に行きますか。すがすがしい朝だな。頑張ろう。すごい、アズニャはもうスキルまだ上がってないですね。シンボルがね、不足してるんですよね。やあ、鍛えがいがあったぜ。何を鍛えるんだ。これをこうしてで鍛えようぜ。力は上がってるんですが、まだまだですね。できるんですけどね、果実じゃね。すぐ魔法使いのクエストに使っちゃいましょう。交渉成立。教科書材だな。完全に使いましょう。交渉成立。結構たくさんありますね。全部星4です。あ、クエストです。この子は絶対二次創作ではそう受け。一体は同時失速前から後日なん。この世界はいろんなネタに出会えそうです。職種飲めそう。ヘーネルとセサミ。はて、同じベッドに目を覚ましたジゴですね。そうですわね。うん。あ。タルシーブ様。いいですか。おそらく、
はい。そうですね。そうですわね。そうですね。さあどうでしょう。大反省会。はい。今にエトリアの反省会。どうだ。素晴らしいです。うん。ああ。うん。まったく。そうだな。悪くない。いいですね。ありがとうございます。だが、ん？うむ。どうだ？う。12歳だもんな。ポンズ。そうです、合ってます。しっぽり仲良くする。すごく使えそうなネタを思いついちゃいました。ユミネ教団始末。フォンですね。さて、やば。そうだよ。そう考えると少しポツ取ってますね。うん、引退。悲しいな。誰？アルシーブ？じゃない、ソラでした。まさか。女神ソラが命じます。だから。とろっとろ。怖っ。すごく使えそうなネタを思いついちゃいました。はい、というわけでエトリア同時試測ワーカー後日談はここまでです。こちらのコンテンツについては超強敵クエストをやることになるのかな。これは手強そうです。まだ持っていないのか。ゴックエストならやれますけどね。こんなの私にできるかな。妄想爆発はやばいですね。ということでこちらを考えたいと思います。並行してですね、エトリア夏の一幕の収集クエストまだ
半分残っていますので、こちらもやりたいと思います。はい、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。最後の動画内、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。